そうだな。ネガティブタイム。おい、早く来いよ。倒れた。調子乗りすぎだっつうの。それがお前がバレエにハマる瞬間だ。出ずっぱりの田中、東根、沢村はもう限界を超えてるはずだ。本当にやった。セレサイ、立てない。ほら、そうだ。この前、親戚の男の一歳児がこんなになってんの見たな。軽く頑張ってください。はい、ありがとうございます。おい、いい加減にしろよ。違う、お前が落ち着け。菅、お前は多少のリアクションしろよ。呼吸で精一杯かよ。うん。おお、清水、行っちゃう？今それ行っちゃう？宿で騒ぐんじゃねえぞ。ウィス、探検しようぜ。ウィス。なんかそれすごい嬉しいや。え、高い。山口、大差一本。こいつ短期間でどんだけ成長すんだ。よし、だいぶいい。トスクレ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 。日向、ミスが怖いって感じは二の次なんだろうな。多分こいつも。それでもチャンスが来たら。大佐、よし、ナイスレシーブ。沢村、うまくなったな。そうっすね。あんなのよな。すいません、ちょっとわかんないっす。萩山、この野郎、クソ野郎。立つな。超悪い。いやらしせ。全部悪口じゃねえか。タイムアウト明け、サーブミスんじゃねえぞ。当たり前だ。アウト。サーセー。切り替え、切り替え。どまーい。おーし、とりあえずおーし。ラッキー。マジねえわ。すみません。ほんと、いい音した。当てんなら俺以外に当てろよ、姫川。テラさん、それちょっとひどくないですか。から、カラスノに来るって決めてました。よろしくお願いします。それでもチャンスが来たら掴めよ。カラスノのセッターだ。さすが眼光鋭いな。
オーラあるな。俺もそろそろ新作の T シャツをチェックしに行くか。あれだな、大事に余裕がねえと逆にこっちは余裕ができる不思議。うるせえ。あかん。勝負うっさいわ。どんまい影山くん、どんどんマインド。あ、影山いいわちゃん、足りない頭使うと頭痛くなるよ。じゃあチビちゃんが敵として練習相手にいてくれたらお前もちゃんとやる気出すのか。なんで。だってお前チビちゃんの試合見てるとき買ってきた新しいゲーム始めるときみたいな顔してるよ。